んにちは。また来てくれ。いらっしゃい。
のかい？いいのかな？はいよ。
発車でな。 何者だ？返答次第ではこの矢がお前たちの眉間を貫くぞ。大丈夫、慌てないで。彼は私たちの仲間よ。私よ、システィーナよ。お願い、弓を収めて。システィーナさん、 ご無事だったんですね。リーダーも心配されていました。さあ、中へ入ってください。さあ、行きましょう。賞金首を連れてくるなんて一体どういうつもりだ。我々のアジトをオルスタ軍の連中に教えるつもりなのか。 それに、なぜここへ戻ってきた？姉さん、そんなに怒らないで。私の話も聞いて。ここでは姉さんと呼ぶんじゃない。私は組織のリーダーだ。彼らは海賊に囚われていた私を助けてくれた恩人なの。海賊に？怪我はないのか？ 大丈夫よ、姉さん。リーダー、みんな無事だから。私がここへ戻ってきたのは、あなたを止めるため。無謀な計画を止めるためよ。またその話か。もう議論はたくさんだ。何度話をしても同じことだ。私の決定に不満を持つ人間は、お前と共にここを出て行った。そうだろ。 私は強制するつもりはない。だからこそ出ていく時も引き止めはしなかった。組織の決定って何？無謀な計画って？お前たちには関係のない話だ。黙っていてもらおうか。ロンウェイ公爵の暗殺よ。システィーナ！公爵一人を暗殺したところで、 この戦いが終わるわけではないわ。それどころか、バクラム軍は舵を失ったウォルスタ軍に対して必ず全面戦争を仕掛けるに違いない。それが狙いだからな。枢機卿が率いるガルガスタンはもう時間の問題だ。ガルガスタンを打ち破ったウォルスタ軍はバレリア島の半分を制する強大な勢力となる。
そうなるとバクラムとウォルッサの軍事力は五分と五分、戦えば共倒れになるに違いない。狡猾なブランタとロンウェイはその事態を避けるために手を結ぼうとするだろう。それでは何も変わらぬ。だが公爵が死ねば話は違う。ここぞとばかりにバクラム軍は侵攻を開始するだろう。そしてブランタがこの島の覇権を握ったその時、今度は奴を暗殺するのだ。そんなにうまくいくかしら。行くさ。その時こそ我々がこの島を手にする時。どうだろう、お前たちもこの計画に参加しないか。賞金首となって逃げ回るより、我々と共に公爵を、暗黒騎士団を倒し、真の平和を築こうではないか。戦争で苦しむのは私たちじゃない。普通の生活を営む人々よ。罪のない子供を死なせるのは嫌よ。そんな屍の上に築いた王国なんて、私は見たくない。何事だ、騒がしいぞ。たった今知らせが入りました。慌てずともよい、ゆっくり落ち着いて話せ。ウォルスタ軍がガルガスタン軍を打ち破り、コリタリ城が陥落いたしました。何ですって。またバルバトス数奇鏡は捕らえられ、今朝夜明けとともに処刑されました。分かった。では計画を実行しよう。皆の者に準備をさせよ。それから使いの者にはゆっくり休むようにと。はっ、かしこまりました。姉さん、やめて。コリタニ城が陥落した今、我々にはこの方法しか残されていない。公爵がガルガスタンを掌握する前にことを起こさねばならん。もう遅いのだ、システィーナ。姉さん、あなたは間違っている。残念ながらお前たちと話をしている時間がなくなったようだ。妹は現実を見ることができないばかりか、理想ばかりを語り、それを追いかけてしまう。理想は高くとも地に足がついていなければ何の意味もないというのに。空から地上を見下ろしている鳥には地べたを這いずり回るアリの気持ちなど分かりはしないのだ。手を汚すことのできない妹には真の革命を起こすことはできない。お前と同じようにな。でも私はそんな妹を愛している。妹を頼む、力になってやってくれ。姉さんは間違ってる。もっと他にいい方法があるはずよ。目的のために手段を選ばないなんて、まるでブランタや公爵のようだわ。姉さん、私たちは血まみれの王国を築くために戦ってきたの。違うよね、姉さん。一緒に行こう、システィーナ。僕らは似ている。そうは思わないか？初めてあなたに出会ったとき、私もあなたに近いものを感じたわ。なら決まりだ。僕らと共に戦ってくれ。ありがとう。私は決して理想を投げ出したりなんかしない。たとえそのために姉さんと戦うことになったとしても。
らっしゃい。発車でな。